秋山さん、ちょっとこの、はい、改めて簡単にでもいいんですけど、ちょっと WE リーグの説明いただいてもらっていいですか。はい、WE リーグは昨年の9月に開幕した日本初の女子プロサッカーリーグで、参加チーム数は11チームとなっております。皆さんがよく知っているなでしこリーグというものは、実はアマチュアリーグに位置づけられておりまして、 WE リーグはその上にあるリーグとなっております。私もこの初年度のシーズン、小林選手の試合を1試合だけですが、ちょっと観戦もさせていただきました。小林選手だけうわーってきてた。いやでも結構盛り上がってて、もう老若男女っていうんですかね。言ってんじゃん、大丈夫、自信持って順位表出ましたよ。もう終わったんですよね、もちろん。はい、終わりました。何節まで行ったの。ちょうど半分、うん、半分ですね。半分の時は何位だったの。前期は5位です。5位、気まずどうですかこの順位表。今シーズンは特にきつかった試合がほとんど、うんうん、実際そのプレーしてる時はどうだったんですか。結構まあチームでうまくいかないことの方が多くて、うん、まあ、連敗した時期もあるし、うん、その時点で下位のいるチームに勝てなかったり、勝ちきれないことが多かったんで、うん、そこが結構響いてるのかなと思います。そこはね、はい、まあ、さっき説明もらったけど、じゃあそれまではワールドカップ優勝したけどアマチュアだったってことですね。そうですね、うん、プロリーグになって変化あります。チーム内の環境、うん、はっていうのが変わって、例えばあのホペイロっていうか、あの、うん、用具とかを全部やってくれる人が来て、来た、はい、それまではもう水ボトル洗って入れてとか、うんうん、ボール片付けてとかマーカー全部拾ってとか、うん、自分たちでこう全部準備して、はい、でユニフォームとかも全部自分たちで洗って管理しててみたいな、うん、っていうのがもういきなりその役割の人が来たことで、試合のユニフォームとかも準備されてあったり、用具ももちろん全部準備してくれてるんで、プロだなみたいな。プロが出てる。私プロだもん。プロになったかもって。っていうのは一番身近に感じるところですね。で今までもちろん全部やってたところでしょ。はい。だけどもう試合ってなると荷物が少なくて、そう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 。スパイクとかは自分なんですけど、うん、だからこれなんか逆に心配になって。現在気になっているチームや選手。女子のバルサ。女子のバルサ。ダントツに強くて、サッカーを見ても、うん、いやすごいなって。思うチームで、でもこの間の女子のチャンピオンズリーグ決勝でリオンとやってて、まあそのバルサが負けてるっていう結果も驚きなんですけど、でもやっぱりそのやってるサッカーとかを見ると強いなっていうのは今は思います。バルサってまあパスってイメージあるけど、女子もそうですね。パスに基本的にパス。本当似てると思います。そこにいるバルサの選手で対戦したことのある選手ってでもいます？あの2019年のワールドカップの本戦に行く前に、はい、うん、フランスで1回練習試合でスペインとやってて、はい、その時は、まあ、自分まだリハビリだったんでやってはないんですけど、うん、まあ、その時からこう全員のザ・スペインっていう感じ の、はい、この全員のやりたいことが統一されている感じがあって、うん、でまあアンダーの時に戦ってる選手とかも今バリバリバルサのスタメンでやってる選手がいるので、うんうん、そういうところでも すごい気になってます。そこバルサっていうチームがね、はあ、ちなみにそのバルサに限らず選手としてその嫌だなとか苦手だなとか言います。浦和レッズレディースのディフェンスラインってすごい大きいんですよ、うん、レッズ2位ですよね、うん、
大きいんだ。大きくて、はい、まあ、高さと強さがあるんで、うん、シンプルにディフェンスとしていいディフェンスだなと思います。うん、質問ありますか、秋山さん。いいですか、1個だけ。はい、もちろんです。小林選手の試合前のルーティンとか何か願掛けみたいなのありますか。試合前特に何も得意ないですか。何をしないとっていうのはなくて、うん、いやそれを逆に作るとできなかった時に、うん、なんか引っ張られるのかなっていうのはあるんで。確かに。中澤さんとか現役時代ありましたか。忘れちゃったな。いろいろやってましたけどね。小林選手がそういうこだわらないっていうこともね、一つあると思うし、逆にこだわらなくて済む選手って結構メンタル強いんじゃないかと思いますよ。こだわってないやつもすげえなと思いますもん。ここでコーヒー飲むのみたいな。体に大丈夫みたいな。ね。まあ、食事とかはもちろん考えますけど、なんかこう動きとか音楽とか。スパイク。これを食べる。どっちから吐くとか。そうです。それは全く。いいと。強い強い強いよ。最後に小林選手から今後に向けてのお話をもう少し聞きたいんですけど、プレー復帰やそしてその後のプランということは。完全に復帰できるようにリハビリしていくのと、その中でコンディションが完全に戻った時にどこまで戻せるのかっていうところもあるんですけど、そこはもう上を目指していきたいなっていうのはざっくりですけど。ウェイトがアップされてるっていうのは言ってたけど、はい、ね、それを実際見せてほしいなっていうのもありますし、見せれる自信っていうのも。そうですね、はい。まだまだ聞きたいんですけど、今後の展望もちょっと聞けたので、この動画は一旦終了させていただきたいと思います。小林選手、秋山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと突っ込んで聞かせていただきます。基本的にみんな日焼け止めは絶対使いますね。化粧水と乳液。乳液しないとね、ダメって教わったから。着替えた後に監督が入ってきてっていう。